今日はね、ちょっとあったかい。あったかいですね。日が差してるね。あったかい陽気です。で、うちの梅もね、花が咲きました。あ、咲きました。うん、で、今日はね、この心拍に針金をかけてきます。はい。これは去年かな、シャリをつけた木ですよね。そうです、シャリつけて。この辺がちょっとまだなあのおかしいなとか言ってた 木だと思うんですけど、そうです。それに僕が、うん、石灰溶合剤塗りました。石灰溶合剤塗った。それで、はい、この辺にね、なんか間違ってあの傷をつけちゃったのがあったんだけど、大丈夫ですね、これね。枝から1、2、3、4か5分ぐらいなんですね、枝がね、はい。強い模様とかつけないで、あの針金のかけ方っていうのをちょっと説明してきます。はい、針金なんですけどね、アルミ線でここにね導線があるんですけどね、導線っていうのはね、一回あの熱を加えて冷ましてあります。柔らかくなってるんですよ。でそのままの導線、あの電線なんかの導線だと硬いですからね、うん、導線の性質っていうのをちょっと見てみたいと思います。はい、これ導線ですね。はい、大体ねこの導線に対してアルミ線の太さっていうのは2ミリから 2.5 ぐらいになるんですよ。導線が何ミリか分かんないと比較ない。これが16番だから、16番っていうのは 1.6 ミリなの。1.6 ミリの針金、ね、導線かけるのと、この 2.5 ミリのアルミ線かける、うん、これとこれが大体同じぐらいの木になるんですよ。なるほど。1.6 と 2.5。ということは、導線の場合は効きが強いですから、はい、細くて済む。導線のかけるのは3本まで、それ以上かけるっていうことはないですからね。いっぱいかかっても針金だらけになんないんですよ。針金目立たない導線。アルミ線の太さです。これにこういうの3本かけたら針金だらけになっちゃう。なるほど。だけどかけやすいです、はい、でその針金の性質ですね、こっち導線、はい、これをねこうやって曲げたり伸ばしたり曲げたり伸ばしてやってるとね硬くなってくる。うん、これまだ細いからいいですよ。だけどもうこれ硬くなって曲がんなくなっちゃう。そうで、アルミ線これは 2.5 ミリですけど、これ曲げたり伸ばしてやっても硬くなってこないんです。そうですね、アルミ線は再利用できる。そう、再利用できる、ね、再利用っていうのはあの、うん、これ一回かけたやつをこうハサでピッて伸ばすと元に戻るんです。はい、これは再利用できないんです。効きは強いですけど、一回かけたら硬くなって曲がんなくなってきます、ね。はい、だから導線かける場合は大体一発でかけていかないと、力があってもね、うまくかかっていかないですよ。なるほど。この木の場合は針金は下から入れてきます。全部一番下の枝からかけてきます。あ、そういうことですね。はい、うん、一番下のここからかけてきますね。ここに模様をつける、下げたりなんかするんだって、一回幹を通してここに入れていくっていう。はい、ですからどっか支点を作っていかないとダメなんですよね。でもし幹を曲げる場合でしたら、こういう幹に針金を差し込んで、それから巻いていって固定していかなきゃですね。はい、最初固定する、で巻いていって、それから針金を入れていくっていう形です。はい、でここにねちょっと実際にやってみますけど、針金はね交差しちゃダメです。うん、1本目が入って2本目が入ってる、はい、交差しちゃダメ。それと最高にかけても3本まで、はい、あの導線ですね。これちなみに東樹園のルールですよね。そう、あ、これ盆栽ってのは見せるもの作ってますからね。はい、針金見せるんじゃないんですよ。うん、針金もきれいにかかって軸縁もきれいにできてるって、見せるものを作ってるっていう感覚だと、角度もこう45度できれいに入れていかなくちゃいけない。だから針金かけてる時もそう、飾ることがあるから、そう見栄えもよくかける、うん、そのためには3本かけないと重ねる。でこれ例えばね、はい、これ導線かけたとしますよね。はい、かけてその時点でこの木は完成したって思わないとダメなんですよ。はい、この時点でその時点の完成、針金が完成、うん、そしたらそれを一人見せるもんだってしたら、針金もきれいにかかってなくちゃいけないんじゃないかなって、私はそう思ってます。僕もそう思います。はい、その聞きゃいいっていう人もいますけどね。だからあの素材を作ってる段階のやつとかだったら、それでもいいかも。その段階で一段階でもう完全なものをできた、うん、そしたら次のステップへ上がっていくって、そういう感覚でいった方のが、ね、木はだんだん良くなっていくんじゃないかなと思います。はい、ちょっとねあの余分な話ですけどね。そんな感じです。でちなみに今回あの視聴者さんからリクエストあって、ちゃんとかけてるところをいつもカットしてるから見れないということで、僕後ろから、うん、
撮影します、うん、でいつもより長く針金かけの時間を作るので、うんうん、ちょっと動画の今までの作り方と違うんですけども、はい、まあ、こういう動画だっていうことを楽しんで見てもらえればと思います。こんな感じで撮っていきます。ここが手元見えるそうそうそう、うん、手元は僕が撮ります。あ、これ、はい、それでは針金をかけてきます、はい、でちょっと余分な枝があるんでそれ抜いてきます、はい、これをねこの分かれ目をしっかり作っとかないと針金がうまく入ってきませんからね、はい、このこういうふうにね、ここもね枝が重なってるけどこれ片方しかなくなっちゃうなこれね。まず枝の混んでると針金かけやすいようにこう枝を2つ2つに分けてきます。まずここからずっと来てこれが最初の枝ですね。でだん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 こう細くなっていきますけど、こういうところこの元にある枝の葉っぱここがあると針金うまく入らないんで、はい、ここ抜きます、取ります。ここもこれも2つ2つに分かれるようにこうやって取ってきます、はい、ちょっと弱いんでね少し残しとくか。ここ杉っぱになってます、うん、杉っぱは元の方はね取ってもいいですけど元にある方、うん、この枝の先端の杉っぱ取っちゃダメですかね、うん、ちょっと残しておいてください。次のここも整理していきます。ずっと上まで行っちゃうからね、はい、もうこの間をだから綺麗にしてる、そう間を綺麗にしてるってことですよね。そうこのね間をきちっとこう締めてやんないと、うん、こうなってきますからね。これがこのまま針金かけたんじゃ綺麗に見えない、はい、うわこれね、あんまり元気良くないんで少し葉っぱを多めに残しておきます。これ、はい、ここでいっぱい出てこれ、うん、ここ抜いてきます。頭の方だからいいでしょう。ずっと同じ体勢だから体痛くなりそうです体痛くなりそうですね。なんかピンポン玉のような球を作ってるんですね。ピンポン玉をね、まだ作れる状況じゃないんだよね。まだ元気が足りない。うん、まだ吐かずが足りないですね。今年中にはちゃんとなると思うね。これは滅にやっとけば、うんうん。そうですね。これで1個でつけるか。大体このぐらいだったらできるね、ここに、うんうん、これをね、これ玉を作ってくれますね。うん、玉を作ってくれ。ちょっと下の方はまだ葉がまとまってないね。一応ね、これで針金隠れる状態になってますんでね、はい、18番か18番導線の18番かけていきます、はい、で、その後に22番でこう目をこうやってまとめるような形を取ります。これ分かりました。ちなみに導線の太さは枝の太さの3分の1。3分の1、導線の場合はね。アルミ線だと2分の1ぐらいできました。うん、2分の1、半分、倍の太さぐらいになっちゃうね。うん、
じゃあアルミ線の方が、ここは書きやすい。まあそうですね、柔らかいんで。うん、柔らかいんで。今銅線がかなり値上がりしてるからね。そうですね。高いな、銅線。ちょっと枝をこう下げて16枚入れます。はい。うまく下がんないかな、これじゃな。はい。差し枝は下に下げるから上から針金通してますね。そう、これ下げるから、上から針金入れます、ここは。はい。曲げる部分の背中に当たるように。でもうこうシャリが横座塗ってるんでね、本当は銅線じゃない方がいいんですよね。いいっすいいっす。黒くなっちゃうんだこれ。そうですね、黒くなっちゃうんですけど。取れないからアルミ線の方がいいと思うんですけど、一応銅線でかけて、はい、これはもうもっとシャリ作っていくんで、どうせ削っちゃうんで大丈夫です。この枝から幹に一回りして、はい、で上の枝、次の枝に入っていきます、はい、これも下げるからこの枝の上に針金入っています、はい、これも枝の上に針金入っています、はい、で一番肝心なのはね、ここです。ここのこれがきちっとこう入ってないと、そこを隙間作らず枝に当たってないと、はい、ここ隙間いちゃダメです、はい、でちょっと引っ張るような形、うん、こっち引っ張る。そしてここでこう指で輪を作るような形でね、ここ針金巻いていくんです。そうするときつく巻かないで紙一重で巻いていくような形になります、うん、指で曲線作るから枝の曲線に合うってことですね。枝の紙一重ぐらい、うん、初めての人だとね、この枝に針金を巻きついてぐるぐるぐる、うん、このカーブを作って、こういうカーブね。で、これがここに沿っていくような形です。はい。で、角度は45度で入っている。はい。で、ここまで。針金来た、はい、ここでね、最後ねちょっと角度変えてやるんですよ、ここは、うん、そうしないとこれが45度までいくとここがね、開いてしまうんですよ。ここが固定できない、はい、これここを固定するためにここでちょっと角度を変えて、あ、折れちゃった、後でくっつけて、こうなるやつ、はい、そうするとここがもうこう固定されてる、はい、で次の針金入ってきたら上重ねないで済むんですよ、はい、重ねる人もいますけどね、うん、重ねるとここの部分がちょっと太くなります。で今度こっちかけてきます、はい、この針金を枝の手前って入れてきます、うん、なぜかっていうとここに手前に入ってこれがここへ飛んじゃうとね、次の針金がここ来ないんですよ、順番に入っていかない、はい、ここの枝の手前入れたらここの手前に入れるような形、そのためにちょっとこうピッチ変えてますから、ちょっとだけ隙間作ってるんですね。そうで、ここにもう一本針金入ります、はい、だからここ一本分入るだけの隙間を開けてます、はい、そしてこれでも針金かけ覚えるにはいい動画かもしれない。これ分かりやすいな、こっちの画角だと。これこういう形。はい。最初我々入った時はね、うん、こう針金いきなりかけ紐でやってたんですよ。なるほど。前の動画でもあると思いますけど、そうですね、これ2番目の針金がうまく入らなくなっちゃうんです。はい、この下に入れたら、この枝の下に入れていくって、これやっていかないと、はい、で、ここまで入りました。で、これは枝をこう下げる。そしたら、今度次の枝かけています、はい、ここからこれに入ります、はい、これからこれ太いのからかけていくんじゃないですか。でも太いのからかけていくんじゃないですか、大体。そう、この奥の方からかけてきます。
応順番的には順番下からじゃなくて下やって、うん、太いやつから先かけません？あれを腐ったのはね、うん、一つの棚だけ決めていくの。この棚を決めちゃうの、はい、今ここ張り上げるでしょ、はい、ここの棚も決める、はい、そしたら次の棚を作っていくという形だから太いのをやって細いのやって、うん、あ、そう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 、でこっちまた太いのやって細いのやると、うん、同じ。あ、そうなんですか。そうそう、僕いつも見るのって太いのから全部かけていくじゃないですか。めんどくさいなってやる人はね、そうやっちゃうんだよ。あ、そうなんだ。基本的には一枝ずつ決めてって棚を決めていくってのは、それが本当は教科書的には。そう、そう、一番我々入った時教わったのは、あの一つの枝ごと決めていく。そうすれば針金の選び方、太さの選び方、うん、はい、そういうのをここで覚えられるんですよ。なるほど。でだん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 ね、上の方行くとね、その選び方がね、うん、早くなってくる、うまくなってくる、上達できる。そう、だから最初は一番さ、初めてやる人はね、はい、一つずつ針金の長さを決めて、なるほど、で太さを決めて、はい、で一つの棚を作っていくって、うん、それがあの一番の基本です。はい、それからこの一枝ずつ作っていきます。で先ほど言いました、針金の太さは大体3分の1、はい、導線の場合ね、はい、で長さ、うん、長さ言ってなかったね。言ってなかった。で例えばね、ここからこれに今度入ります、はい、針金がこの長さですね、はい、ここからここの長さ大体このぐらいあるのかな、うん、これの 1.5倍、だこれでちょうどいいかった、うん、ここからここの長さの 1.5 倍で切ります。わかりました。全部切る長さ同じです。そして次の針金がここ入ります。ここに、はい、こう入った。そしたらこの針金に沿わせてこう飛んじゃったな。ここでいいや。次の枝に入っていきます。これ、はい、ここにこれ22番でずっと先端まで行きます。あのこれ基本的には手を下から入れなくちゃいけないんだけど、うん、小さいからで手入んないんで、こうやって入れてますからね。こう、来た。ずっと針金がこう入ってきてます、はい、そしてここがこの葉っぱの首になります。こう、一番下、そう、この針金がこの首の上にくるようにします。これ目越ししますからね、はい、こう、そしてこれ半回りする、半回り、はい、でここをこう押さえる、でこれを引っ張り上げる、そしてこういう形につける、うん、これ目がクッとこう上向きてきますね、はい、下向いてるとね弱ってきますからね、うん、五葉松もこれやりますから、目越しっていうのは、うん、でこれでここの芽はできたですね。でちょこっとねこれ残して切ってください、はい、外すとき楽ですから、はい、でこっちの芽いきます。こう2つあるんで、このこっちですね、はい、これはこっちの枝刈ります。こう、うん、これもここ上げます。今度こっちこれいきます。これはちょっとまとまらないな、一応上げときます。こう枝が邪魔の場合はね、ちょっとこう避けて構わないですからね、ここに。それでここへ入れていきます。
一応あの一番下の枝針金かけ終わりました、はい、でちょっとこう枝をちょっと整えていきますが、ちなみに先生、正面ここです。こっちは？で、多分このぐらいの角度に植え付ける。ここ行く？うん。この辺だな。そうですね。ここ模様つけたいけど、ちょっとやめとくね。ここ一曲入ればない。そうですね。そこに曲がればいいんですけど。うん、ちょっとね、針がね、細かったから。ここ引っ張ればいいな。そうですね。ここでこうクッて上がれば。うん。ケーキはどっから撮ってもあんま見えないな。見えない。見える角度が少ない。こっちが左だからさ。こっちがね。位置変わるかい。自分が日陰になって。位置変わるか。これ見えますね。これ見える？私が動くべきでした。日陰になっちゃう。視聴者様申し訳ございません。ちょっと寄せました。ここでちょっとこう先端を上げます、うん、曲げるときは針金を持って曲げましょう。これね、そう。あの力がなくなったんだね。やつがもうここに道具使って手で曲げた方がいいんだけどね。あ、そうなんですか。力入んないからね、ここ使ってるんですよ。ここはあの一番下の枝終わったんで、はい、この2番目かけてきます、はい。これから一回りして、こう頭まで針金一本通します、16番で。今こう、最初の針金、こうやって、右巻きか、時計方向に巻いて、はい、これも同じ方向に巻いていかないと。なるほど。逆に巻きしちゃったら、きれいに見えないですかね。はい、同じ方向に巻いていく。はい、で、長さは、先ほど言いました 1.5 倍。はい、ちょっと最初、したら、初めて出したら長めに切ってた方がいいです。はい、こういう巻きですね。こういう巻き。こうスタートにして上上げてきます。こう針金がこう入ってきてますけど、こう分かれ目の先まで持ってきておいた方がいいです、はい、そうすると掛け渡しができなくなるっていうことが少なくなりますからね。ここ分かれ目の先まで針金を持ってきておく、はい、例えばこれここで切っちゃったら、ここから次の針金が入ってきますからね。ここの間が空いちゃう、うん、ここまで持ってきておくんです。じゃあこれあの一応針金入ったんで2番の枝がかけてきます、はい、2の枝で今これあの16番入れて22番でやってますけどね、2つ、例えばここで14番入れて22番にいきなり下げるってのは見てくる悪くなりますからね。2つぐらい下げるのいいです。太い針金に対して細い針金 が細すぎると、細すぎる不自然、うん、だいたいね、2つ、2段ぐらい落とすぐらいでやっていかないと。2段、うん、でこう細い針がね、こうぴったりくっつけて、こう自分の方引っ張ってあるんですよ、少し、うん、
そうするとこうぴったりくっつきますから、そしてここに入れていく。小物にですね、分かれ目の先まで針金入れとく、二回り。うん、今ちょっとこう緩んでるから、これ引っ張ってやります。枝二つあるけど、こうまとめて目起こしする。二つ一緒にしよう。で、こう引っ張り上げる。そう、これ見てると後ろ枝がないですよね、これね。そうですね、裏枝。こう裏枝を作るとこれ。ちょっとこう下げてくるかな、うん、そうですね、ちょっとこう見せるか、はい、こう入れるか、ね、この間下げてきます。だとこれの行き場所をちょっとね、これ出方は良くないから、そうですね、内側から出てるからね、うん、これなんとか直してきます。でこの枝、ここからこれに針金入れます。ここにちょっと場所変わりました、はいね、なかなか日がね、じゃ裏枝を後ろで枝を作ってきますね。18番。左利き。左利きですよね。左、だからなんか変だなと思いながら見てる人はね、反対になっちゃうんだよね。そうですね、大体ね、右の後ろから取れば取れるはずなのに取れないなと思ってたから、そうよく考えて左利きなんだと思って左手になれちゃったからダメなんだよ、はい、次3番目の針金、ね、これからこれに入れ、ここからここ、はい、これも上に入れましたね。これ針金がかかるわよね、枝を自分の方向に向けます、はい、自分の方に、はい、こうじゃないですよ、こうやってかけます、こうね、はい、ちょっと背が高すぎんな、これね、うん、もうちょっと頭下げるか、これ。そうですね、その上の陣が天陣になればいいな、うん、天陣でもいいんだ、これ。そうですね、そうするとシャリがずっとこう繋がってくるもんね。そうですね、
一応ね、大体の骨格ができてた、はい、あと細かくまた針金かけてきます、これで掛け終わったんですよね、はい、あと全体的には形作ってきますからね、ここ来てね、ここで止まっちゃってるのね、うん、ここ来てるけど止まってる感じがするから、やっぱり天神の方がいいかもかね、はい、でも一応残しておくってことですか。残しておいて模様つけときます、はい、皮むいてもこうじっとして見られるようにしておきますから。短くしようか、これ。ですね。これね。これもまだ陣が長いね。長いですね。うん。そうね、1の枝と2の枝が思いっきり被るんですよ、ね。うん、被っちゃってるんだ、これ。これ、ま、元から取るわけにいかないと思うよ、これ。そうですね。という、今、話をずっとしておりました。だから、これ取っちゃうか。ぐらいね。うん。うちの兵団の前に来ちゃうんですよね、この間。これがね、前来ちゃってね。この肩見せたいからね。うん、取っちゃう、これ。そうしましょう。うん。でね、水水がね、こうまともにもう半分以上入ってっからね、この間に。うん、もう全部切っちゃうと、ちょっと
ここで切れちゃうか、展示になるからいいかわかんないけど、ここら展示になっちゃうね。ジンもいらないな、これね。完全に邪魔してるわ。ここそっくり抜いちゃいます、これ。抜いちゃいます。結局2の枝は全部取っちゃいました。そしてこれ。この方が効きますね。これちょっとこう入ってから。はい、ちょっとざっと、こんな感じで。うん、こんな感じでね。なりました。ちょっとやっぱりこう背が高すぎるような感じするね。うん、そうですね。これもっとこの辺から絞ってきてもいいかなって感じがする。うん、で、あとまだシャリが丸みきだからね、うん、これがちゃんと板むきになってきたらどう変わるかだね。ちょっと、まあ、角度はもうちょっとこっちかな。上も展示にした方がいいような気もしてるし。そうそうそう。展示にあった方がいいと思うよ、これ。そうですね。まだちょっといろいろやることはありそうですけど。まだこれからだね。まあ、今回針金掛けのね、うん、変お話なので、こんな感じで掛けるんだよっていうのが皆さんに伝われば。で、この木見ると水水がちゃんとこう動きがあるからね。うん、あと針金掛け、こう小さいけどやりづらい、やっぱり。明るいとね、先生目があんま見えないってね。そう、まあ、頭を全部バーンってなくしちゃって、うん、まあ、二度枝も取ったけど、これだ、でこの辺でちっちゃくポンって頭作って、とか枝3本になっちゃうけど、うん、そんな感じかなと思います。こんな感じだよね、将来は。で次の段階だと思いますね。はい、あのまだこれ葉っぱの玉ができてないんでね、はい、これからちょっと夏にかけて培養していけば、うん、これまとまってくると思うんだ。今日はこういったちょっと今までと違った、うん、針金の掛けの動画ということで、うん、針金掛けもあのアルミ製と銅製で、雑木とこういう小白蓮、かけ方は違うからね。そうですね。で一番の違いは、あのこう作り方の違いは、はい、雑木の場合は枝は下がらないから、うん、こうここがね上上がってるからね、みんな、うん、そんだね。というわけで皆さんもぜひ、ね、よりね楽しんでいければと思います。うん、はい、はい、以上です。ありがとうございました。はい。